ソニック・ザ・ヘッジホッグは、セガエンタープライゼスが1991年7月26日に発売したメガドライブ用アクションゲーム。ソニックシリーズ第1作?略称はソニック1。100万本以上の売り上げが見込めるソフトとして開発され、本体同梱版を含め全世界で1500万本以上を売り上げた。なお、アメリカのジェネシスでは同年6月23日、日本より先に発売された。国外版の内容は概ね日本版と同じだが、演出やボーナスなどに微妙な差異がある。また、日本国外では同名タイトルだが、内容の異なるセガマスターシステム版が開発、リリースされている。本項では、同版についても8ビット版の節で合わせて解説する。BGM は、ドリームズカムトゥルーの中村雅人により作曲され、一部の曲がニュー UFO キャッチャーでも使用されている。音速のハリネズミ、ソニックが悪の科学者、ドクター・エッグマンから故郷、サウスアイランドを守るために活躍するサイドビュージャンプアクションゲーム。これまでの横スクロールアクションゲームでは見られなかった高速で動くキャラクターが大きな魅力である。難易度は高めだが、十字キー以外はジャンプのみという、シンプルな操作方法に加え、リングを1個でも持っていれば、ダメージを食らっても即死せずに、リングがばらまかれ、さらにそのリングはその場で回収できるという、初心者に配慮したシステムとなっている。また、タイトル画面であるコマンドを入力すれば、デバッグモードとなり、オブジェクトを自由に配置して遊ぶことができる。日本版と海外版で、デバッグモードの入力コマンドは異なっている。このモードで遊ぶとタイムが正しく表示されないタイム表示の上に別の数値が表示されるリング例の時にダメージを食らってもミスにならないなどの効果があるが通常ではミス判定がない場所でミスになる場合がある。しかし落下などでミスになるのは通常と変わらない。またリザルト画面でのスコア表示のスキップができない。3DS 版などの移植版でもこのモードはそのままである。物語の舞台であるサウスアイランドは宝石や遺跡の宝庫であり、すべての生物にエネルギーを与え、科学技術により核兵器やレーザー兵器に利用できる超物質カオスエメラルドが眠る島と言われている。しかしサウスアイランドは動き回っている島であり、島が作り出す歪みの中にカオスエメラルドは存在するため、手に入れる方法は分かっていない。そんなある日、世界征服を企む悪の天才科学者、ドクター・エッグマンとその一味が島のすべてを掘り返してでもカオスエメラルドを手に入れるべく、サウスアイランドへとやってきた。ドクター・エッグマンは島の一角に巨大要塞を建設し、開発に乗り出した。エッグマンがサウスアイランドへ上陸したという噂を聞きつけ、ソニックが駆けつけた。これまでもドクター・エッグマンの嫌がらせを、毎回うまくあしらってきたソニックだったが、今回は様子が違う。ドクター・エッグマンは島の動物たちを自らの思い通りに動くロボットに変え、島中をソニックの敵にしてしまった。ゲームの舞台はサウスアイランドという島である。ゲームは最終ゾーンを除いて6つのゾーンがあり、各ゾーンはそれぞれ3つのアクトと呼ばれるステージに区切られている。各ゾーンのアクト3では、最終地点でドクター・エッグマンとの対決がある。基本的に奇数ゾーンは高速で駆け抜ける構成、偶数ゾーンは仕掛けが多くじっくりと進んでいく構成になっている。また、これらのステージとは独立して後述するスペシャルステージというものも存在する。リングを50枚以上所持している状態でアクト 1&2 のゴールまで行くと大きなリングが出現する。これに触れると、スペシャルステージが始まる。このステージでは、カオスエメラルドが取得できる。カオスエメラルドをすべて獲得した状態でクリアすると、多少内容が変化したシーンのエンディングが見られる。また、スペシャルステージでリングを50個以上集めると、コンティニュー回数が1回増える。スペシャルステージは丸まった状態になったソニックを、画面の中心に、周囲の迷路が回転する。迷路の最深部にはカオスエメラルドが安置されているが、前述の通り迷路は回転し、触れると強制終了になるトラップなども設置されている。1991年10月25日に同名タイトルのソフトが日本国外においてセガマスターシステム用ソフトとして発売され、同年12月28日にはゲームギア用ソフトとして日本でも発売された。ただし内容はメガドライブ版と大きく異なり、タイトルこそ同名だが兄弟作品のような関係である。BGM はザ・スーパー、オシやベアナックルで話題を集めた古代雄三が担当した。ゲームギア版の初期出荷分にはロムカセットのラベルに対戦モードがあることを示すアイコンがミスプリントされたものがあり、白シールを上張りして隠していた。2008年8月5日より2015年10月30日まで Wii のバーチャルコンソールで配信していた。また、2013年12月4日より、Nintendo 3DS のバーチャルコンソールで、ゲームギア版が配信開始。こちらについては、現在もダウンロード、購入&プレイ可能。2020年10月6日には、セガ自ら発売する、ゲームギアの復刻ゲーム機、ゲームギアミクロに、プリインストールされた4作品の一つとして、収録された。操作方法やシステムは、メガドライブ版と同じだが、ステージとスペシャルステージが完全な別物になっている。リングを持った状態でダメージを食らっても即死にならないが、ダメージを受けるとリングが落ちていき、再び回収できないため難易度が上がっている。また、リングを100個集めると残機が1機増えるが、リングが0に戻る。敵を倒した際に出てくる動物は省略されている。また、ゾーン1から6のどこかに隠された6つのカオスエメラルドをすべて集めた状態でクリアすると真のエンディングが見られる。メガドライブ版になかった点としてミスした際の専用 BGM が流れるようになった。反面、ゲームオーバー時の BGM は消滅した。アイテムゴールパネル各ゾーンのアクト1とアクト2をクリアすると絵が表示される。絵の内容によってボーナスが変わり、リングの時はリングが10個増え、ソニックの時は残り人数が1人増える。また、リングを50個から99個保持した状態で、びっくりマークが表示された時は、スペシャルステージに移動する。ただし、ドクター・エッグマンが表示された時は、外れ扱いとなり、ボーナスは得られない。ストーリー世界最速のハリネズミソニック・ザ・ヘッジホックと動物たちが暮らすサウスアイランドは、豊かな自然に恵まれた宝石と遺跡の宝庫であり、すべての生物にエネルギーを与え、科学技術によって核兵器やレーザー兵器に利用できる超物質カオスエメラルドが眠る島である。ある日、カオスエメラルドを狙うドクター・エッグマンが島に降り立ち、動物たちをカプセルに閉じ込め、自らの思い通りに動くロボットを送り込んだ。ソニックは動物たちを助け出すため駆け出した。ステージ構成部隊はメガドライブ版と同様にサウスアイランド全6ゾーン18ステージ。各ゾーンのアクト3のドクター・エッグマンの対決ではリングが一つもないため1回でもダメージを受けるとミスになる。なお、ステージに入る画面ではゾーンの表記は省かれている。スペシャルステージゾーン1から4のアクト1とアクト2でリングを50個から99個でクリアするとスペシャルステージに行くことができる。舞台は夜空でスプリングや跳ね返される仕掛けがあるステージ。メガドライブ版と違い、カオスエメラルドはスペシャルステージには存在しないため、ボーナスステージ的な扱いになっている。ステージ中には1アップやスペシャルステージしか存在しないコンティニューのアイテムがあるため、コンティニューを増やす際は取る必要がある。各ステージは制限時間があり、時間がなくなると、今まで集めたリングとコンティニューアイテムが没収されるため、時間内にゴールしなければならない。スコアボーナスは、リング1個につき、スペシャルステージに行くたびに100点ずつ増えていき、最大800点ずつになる。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは合計で23点となっている。本作メガドライブ版の音楽を担当した中村正人は、2021年に放映された伊藤園の飲料、多いお茶のテレビ CM で Dreams Come True が歌唱する曲について、ゾーン1の BGM、グリーンヒルゾーンをベースにして作曲したものであることを明かしている。この曲は、ドリカムの新曲、次のせいの、で、ON The Green Hill、DCT バージョンとして、同年7月7日に配信が開始された。なお、同曲の作詞は、ドリカムのメンバーである吉田美和が手掛けている。同年の9月22日には、同曲とバーチャルドリカム版、次のせいの、で、ON The Green Hill マサド&ミワスコバージョンが、セットで収録されたシングル CD が発売され、ジャケット裏は、ソニックとバーチャルドリカムのマサド、ミワスコがコラボした CG 画像となっている。音楽家のフライングロータスは、レッドブルとのインタビューの中で本作の音楽から影響を受けたことを認めている。またベーシストのサンダーキャットも、同インタビューの中で、本作の音楽が人生で初めてのファンクの経験だったと話している。下記は非公式のゲームデータベースサイト。ありがとうございます。